今回紹介するシューズ、アディダスアジゼロ匠1007アジゼロシリーズナンバーワンシューズ。こんにちは、萩です。今回はですね、アディダスのランニングシューズ紹介していきたいなというふうに思います。モデルはこちら、アディダスアディゼロ匠1000最新モデル匠1007、こちらのね商品レビューしていきたいなというふうに思います。まあ、こちらのシューズ、冒頭にね、チラッと話してはいるんですけども、マジでいいシューズだな、というふうに思います。僕はこういったシューズを求めていたし、皆さんもぜひね、こういったシューズを履いてもらいたいな、と、そう思わせるぐらいね、優れたシューズだというふうに思います。で、シューズレビューでね、まあ、冒頭に結論をバンというのは珍しいんですけども、こう先に言いたくなるぐらいね、まあ、そんなぐらいいいシューズだな、というふうに思います。で、僕はね、アディゼロシリーズで代々ね、いろんなモデルをこう履き続けてきてるんですけども、まあ、アディゼロシリーズ史上最も優れたシューズなのかなというふうに感じているので、細かい点をね、まあ、お届けできたなというふうに思います。で、アディダスのね、アディゼロシリーズって、本当いろんな方にね、愛されてるシリーズだというふうに思います。まあ、男性にも人気あるし、女性にも人気あるし、まあ、走力問わずね、いろんなカテゴリーの方にね、まあ、愛されてるシューズだなというふうに思います。で、僕自身もアディゼロシリーズと本当に相性が良くて、まあ、匠1000なんかもね、代々こう履いてきてるし、まあ、ジャパンも履くし、まあ、レーシングだとアディオスプロとか、アディゼロプロとかもね、まあ、今でも履いていて相性がいいんですけども、今ね、こう、ふと、振り返ってみてると、僕3年前か4年前ぐらいにね、ランニングを再開したんですけども、その時にね、買ったランニングシューズ、まあ市民ランナーになって初めて買ったランニングシューズが、僕、匠1000なんですよ。で、当時、まあ3年前か4年前ぐらいなんですけども、まあランニングを再開しようと思って、まあジョギングシューズは持っていたんですが、なんか10キロのロードレースに出ようと思って申し込んだんです。で、そうなってくると、まあ、レーシングシューズ欲しいなっていうふうに思って、僕、現役の時、まあ、アシックスとかミゾをね、履く機会が多かったので、その時も、まあ、アシックスかミゾの、まあ、薄底のね、レーシングシューズを買おうと思って、スポーツショップに行って、まあ、その時にね、店員さんに勧められたのが、アディダスの匠1000だったんですよ。で、当時話を聞くと、まあ、アディダスのブーストが今熱いですよ、というような感じで、とりあえず履いてみてくださいっていうことで、試着してもらった時に、まあ、その時の衝撃がやっぱ大きくて、今でもあの感触ってちょっと覚えてるんですけども、今のランニングシューズってこんなに優れてるのかっていう風に思ったんですよね。で、当時アディダスのランニングシューズのイメージも僕全然なかったし、あ、アディダスって今こんないいシューズ作るんだっていうところで、まあ、匠1000多分2だったかな、2だと思うんですけども、履いてる時に、もう速攻でそのシューズを買って、まあ、10キロのロードレース出て、まあ、走った時の感触もやっぱ良くて、まあ、それ以来ね、まあ、アジゼロシリーズの僕は虜になって、まあ、匠1000なんかも代々ずっと履いてるし、まあ、ジャパンいろいろね、こう履いてるんですけども、まあ、いろんなね、まあ、アジゼロシリーズを履いてきた中で、まあ、今回の匠1007に関しては、そのいろんなアジゼロシリーズが、まあ、集約されて、もうほんとパーフェクトにね、まあ、近い仕上がりになってるのかなっていうふうに思うんです。で、確かにね、今回この匠1000っていうのは、まあ、使用シーンで言うと、かなりグググと狭いところにあると思います。もう見るからにね、まあ、こんだけ薄底で、まあ、最軽量なのが見てわかるかなというふうに思います。これ27センチ170グラムなので、まあ、決してね、これでフルマラソン出ようと思うランナーは、ま、少ないと思います。まあ、足腰に強い方、筋力が自信ある方ぐらいは履けると思うんですけども、まあ、僕の使用シーンとしては長くてもハーフマラソン、まあ、ベストとしては、ま、10キロのロードレース、もしくは5000とか3000メートルのトラックレースの時にね、まあ、爆発的な力を発揮してくれるかなというふうに思うんですけども、まあ、そうなってくると、まあ、どちらかというとね、まあ、短い距離用の、まあ、スプリント向けのね、シューズになるので、まあ、アディオスプロとか、アディゼロプロとか、まあ、ロング系のね、シューズと比較するのはちょっと難しいんですけども、それでも、まあ、フィット感とかグリップとか性能を含めると、まあ、アディゼロシリーズね、最も優れたパーフェクトに近いね、まあ、仕上がりになってるのかなっていう感じがします。まあ、デザインちょっと見ましょうか。まあ、こんな感じ。まあ、ソールがこんな感じですね。で、気になるのは、まあ、前作の匠1006を、ま、何が変わったのかっていうところだと思います。で、匠1006の評判って相当良かったですよね。僕の周りでも履いてる方多いし、このシューズいいよねっていう方がやっぱ結構多いんですよね。で、僕もね、6履いているんですけども、まあ、ほんとね、それが出た瞬間履いた時に、あ、
もうほんとパーフェクト、これ以上ほんとないよねっていうぐらいね、まあ仕上がってるシューズだなというふうに思ってたんですが、今回の匠1007に関して言うと、まあ6を比べて何がいいのかっていう限定的なとこっていうよりかは、6のすべてのカテゴリーがもう一段階上がったなという感じがします。それはフィット感もそうだし、アッパーの感覚、足を入れた時の感じ、まあ、設置の感覚、クッショニング、反発、すべてが前作の一個上のステージに行ったかなというような感じがします。まあ、6でパーフェクトだと思っていて、それを全カテゴリー超えてきたなっていう感じがするので、この7はね、本当にいいなっていう感じがするんですよね。うん。で、これね、一個ね、ちょっと僕お伝えしたいことがあって、こういった薄底のね、まあレーシングシューズ、これまあ27センチ170グラムなんですよ。で、こういったシューズってじゃあ誰が履くのっていう風なことを聞くと、大体やっぱりみんな走力があるような方、まあマラソンでサブ3よりも速い方が、まあ履くようなシューズでしょっていう風に思ってる方が多いと思うんです。まあ初心者の方がこんだけ薄いシューズ履くと、なんか怪我をするよみたいなことを言われていて、まあ手を出せないっていう風に思ってる方いると思うんですけども、僕の個人的な感覚で言うと、走力問わず僕いろんな方がこういったレーシングシューズ、最軽量の薄底シューズとか僕履いた方がいいと思うんですよね。で、走力ある方はもちろんインターバルトレーニングで使うのもいいし、まあこれからね、ランニングを始める初心者の方も、僕こういった薄底のシューズでぜひ履いてほしいなというふうに思うんです。で、そういうふうに言われると、いや、こういった薄底のシューズで初心者が履くと、まあ怪我のリスクが上がりませんかっていうふうに言われるんですけども、それは使い方次第なんですよ。どんな時にどうやって使うかだと思うんです。で、確かに走力ある方でも、こういった薄底のシューズでガンガンロングスをバン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 やってれば、やっぱそれは怪我のリスクが上がるわけですよ。まあ分厚いね、クッションのあるシューズとか 300g ぐらいを超える補強材とかね、まあしっかりしたシューズに比べれば、やっぱりこんだけ薄いし、170g ってことは余計なものをこう省いてるわけですよ。そうなると、やっぱ設置した時の衝撃っていうのはそういったシューズに比べるとあります。なんでそういったシューズで長い距離をガンガン走ってれば、やっぱ衝撃が蓄積して怪我のリスクが上がるわけですよ。なんで初心者の方もこれを履くときに、まあ、こういったシューズで1時間とか2時間とかいきなりロングソーをしてしまうと怪我のリスクが確かに上がってしまうんですよね。ただ僕の場合、こういった薄底のレーシングシューズの使用シーンって実際履いてる時間って数十分しか僕は履いていないんですよね。例えば400メートル10本とか1000メートル5本とかって数十分で終わるようなトレーニングですよね。で、ウォーミングアップ用のシューズとダウン用のシューズって僕はこれとは別に用意してるんですよ。そういった使い方をぜひしてほしいんです。だからウォーミングアップシューズは、ボリュームのあるシューズで履いて、まあトレーニング10分20分間これを履いて、ダウンの時にはジョギングシューズをもう一回履き替える。そういったシーンをね、こう使い分けることによって、このシューズできるだけ薄いシューズを履いてる時間を減らせれば、僕怪我のリスクってそんなに上がらないというふうに思ってるんです。で、これからね、ランニングを始めるような方も、こういった感じで、しっかり使い分けて、こういった薄底のシューズで、例えば100メートルダッシュとか、芝生ダッシュとか、200メートルダッシュとか取り入れるときに、まあぜひ履いてほしいなというふうに思うんです。で、なんで履いてほしいかっていうところなんですけども、そういったボリュームのあるようなシューズと比べると、やっぱこの接地の感覚ってやっぱ違うし、足の回転とかもね、全然変わってくるわけですよ。まあ 170g と 300g のシューズをこう分かると、やっぱ足の上がり方の蹴り上げ方もやっぱ違いますよね。で、グリップが相当強いんで、結構スピードが出るんですよ。そのスピードを乗った時の感覚とか、足を蹴った時の蹴り上げた感覚とか、やっぱ軽い靴でスピードを上げた時って、ランニングフォームってすごい綺麗なんですよね。で、皆さんもこう、ランニングフォームとか映してると分かると思うんですけども、ジョギングの時よりも、ちょっとスピードを上げた流しの時の方がランニングフォームってすごい綺麗ですね。そういった感覚をやっぱ味わうために、まあ重たい靴ばかりだけなく、しっかり軽いモデルでグリップの強いようなシューズを履いて、ちょっとスピードトレーニングをやっぱ何本かやっておくべきだと思うんですよね。で、ランニング、フルマラソンとかメインでやってる方がよく言うのは、僕、ちょっとスピードがないんですよ、と。なので、長いのは走れるけど、5000メートルか3000メートルか走れないんですよ、っていうのはまさにそこなんですよ。だスピードトレーニングとかをやっぱ通常のマラソン用のシューズとかで履いてるから、やっぱ出力を上げるような感覚っていうのが身についてこないんですよね。なのでそういった方こそ、やっぱこういった軽いシューズを履いて、足をこう回転させるような動きをすることがやっぱすごい重要だと思います。で、それにね、付随して、話すと、なんでそういったマラソン用のシューズのクッションのあるものと、こういった薄底のシューズを両方履いた方がいいのかっていうと、とにかくね、薄底のシューズでグリップの強いこういった軽いモデルを履くと、足がめちゃくちゃ回るんですよ。
この足をこう回る回転の感覚っていうのをやっぱり養ってほしいなというふうに思うんです。で、確かにフルマラソンのレースで考えるとそこまでピッチ数っていうのは上げない方がいいわけですよ。ピッチ数は上げれば心拍数がこう上がっていくので、まあ、レース本番とかマラソンに関して言うと、まあ、クッショニングがあってカーボンプレートが履いて、まあ、ストライドがねこう大きく伸びるようなシューズを履けばいいんですけども、普段からやっぱ足をしっかり回転させてスピードをこう上げていくっていう感覚を養うためにはやっぱこういった薄底のシューズとかを履いた方がやっぱ身につきやすいと思うんですよね。なので普段のトレーニングから分厚いクッションだけじゃなく、やっぱスピードトレーニングとかはこういった軽量モデルの足がしっかり回るようなねシューズを履いた方がやっぱスピード力っていうのが高まるし、それが結局スピード余力になってくるのでマラソンにねいつかこうつながっていくと思うので、ぜひねこう履き分けてほしいんです。なんで走力問わず速い方、サブ3よりも速い方、サブ3よりも走力がない方においてもやっぱこういった薄底のシューズっていうのはしっかり履いてほしいなというふうに思うんです。で、ただ皆さんね思ってる以上にこの薄底のシューズ、なんか薄底のシューズって足への衝撃大きいよねっていうイメージがあると思うんですが、そこら辺がやっぱり最近本当改善されてるんですよ。で、確かに厚底のシューズと比べると衝撃はあります。それは確かにあります。あるんですけども、今回タクミ線に関しても作りがしっかり考えられて、前足部にこのクッションブーストが入ってるんですよね。で、こういった薄底のシューズだとどうしてもスピードを上げていくと、まあ、本来ヒールストライクとミッドフットの方でもやっぱフォア気味に踏み込むんですよね。こうスピードを上げてくるとやっぱ自然とこうフォア気味、前気味で皆さんこうなっていくので、そういった時に前足部にしっかり衝撃を和らげるようなブーストがこう前足部にこう入ったりします。で、このブーストのね、このあとライトストライク、ミッドソールのライトストライクのこの相性がとにかくいいんですよ。ここはアディダスの唯一無二の感覚。しっかりここで接地した時についた瞬間はダメージの衝撃っていうのはバンってきます。来るんですけども、バンって衝撃来た瞬間、このブーストがクッショニングがしっかりこう和らげてくれるようなんですよね。なのでバンってついた時の衝撃量も実際蹴り離す時は、あ、思ったより足にダメージ来てないなっていう感じが味わえます。そしてこのミッドストライクとの相性で反発がしっかり生まれるっていうところですね。で、しっかり軽いので足がとにかく上がります。これね、動画を撮って見比べるんですけども、重たい靴で履いてる時と軽量の靴を履いてる時の蹴り上げの仕方、足の上がり方が全然違います。やっぱ 300g のシューズを持ち上げるのと 170g のシューズをこう持ち上げるのと全然違うので、普段よりもしっかり足が上がるんですよね。なんで足が上がるってことは自然とこうストライドも伸びてきて、まあ綺麗なね理想のフォームにつながっていくっていうのはところになります。で、今回はこのね、前足部のこのブースト、この仕上がりやっぱすごい良くて、思った以上に衝撃がないんですよね。で、こんだけ軽いので、回転率もね、しっかり上がるし、こんだけグリップ、もう全体にね、こう、イボイボがこうついてるぐらい、こう、グリップが強いんです。なんで、トラックでも相性がいいし、ロードでもね、しっかり地面をこう、掴んでくれるような感覚があるので、スピードがね、まあ、しっかり出せるような、モデルなのかなっていうふうに思います。で、僕はこれ入った、使用した感じ、フィット感、もそうだし、まあ、クッショニング、グリップをすべて、優れているので、来季のトラックのレース用として使えるかなっていうふうに思います。で、今回、陸連がね、世界陸連が定めたトラックでの使用の、シューズ規制にも、今回ね、認定を受けているそうなので、来季のトラックレースも使用可能です。で、僕スパイクをね最近履いたりしてるんですけども、やっぱスパイクを履くとつま先ピンがこう尖ってるので、もう強制的にフォアで掴むんですよね。強制的にフォアが掴んでしっかり進んでくれる。確かに強制的にフォアになるし、スパイクの引っかかりがあるんでスピードは出るんですけども、終わった後のふくらはぎへのダメージってやっぱすごい大きいんですよね。こうつま先立ちしてる状態ですよ。つま先立ちするとふくらはぎがパンパンになりますよね。そのような感覚でやっぱふくらはぎのダメージが相当大きいので、 1500m くらいはまだいいんだけども、やっぱ3000とか5000になってくるとやっぱスパイクなくロードシューズの方がいいなっていうふうに思った中で、まあ今回このシューズが出たので、来季は5000m、まあ公認のレースとかは、まあこのシューズでね、まあ出たいなというふうに思います。本当スパイクと変わらないぐらいグリップが強くて、もうライトストライクの反発、ブーストのね、こう相性が本当良くてスピードが出やすいのでね、まあ僕はね、使っていきたいなというふうに思います。まあ認定を受けてるので、ぜひね、シューズ、来季のトラックシューズ探してる方はね、まあ試してみてほしいなというふうに
思います。まあ、ぜひね、走力のある方だけじゃなく、これからランニングを始めるっていう方も、使用シーンをしっかり考えて使えば、怪我のリスクっていうのはかなりね、抑えられると思います。まあ、薄底だからっていう理由だけでね、敬遠するんじゃなく、やっぱこういったシューズを履いていかないといつまでたってもスピード余力が生まれてこないし、重たい靴でスピードトレーニングやったとしても、いいランニングフォームがやっぱできにくいんですよね。やっぱ靴が重いんで足がこううまく上がってこないので、しっかり時にはね、まあ薄底のシューズを履いて、短いショート系のバーバルトレーニングね、やるだけでもね、まあパフォーマンスがグッと変わってくると思うのでね、まあアディデロ史上最もね、まあ優れたパーフェクトに近いシューズ仕上がりなので、ね、ぜひね、アディデロ匠線7試してみてほしいなというふうに思います。